はい、ということでね、奥多摩湖ロープウェイの、水戸山口駅ですねに、今来てまして、ようやくね、人ね、誰もいなくなったんで撮っていきたいと思います。ちょっとね、人がね、やっぱ多いんですよね。やっぱみんな知ってんだな、人が多くて。こんな感じですね。もう確か50年以上廃墟になってから50年以上ね、経ってるという話ですけども、まあ有名な方ですよね。だってね、さっき人いっぱいいたんでちょっと一通りね見ちゃったんですけどね。とりあえずもう一回見て回りましょう。こっちがねトイレ、暗くて分かんないな、本当に。なんだか、もう50年以上ね放置されてれば、まあ、割れはしないだろうけどね。これは人が割ったんだろうな、陶器だからさすがに自然にね割れることはねえと思うけど。壁もね全部破壊されちゃってますよ。でここが、受付というか、その切符売り場のとこでしょうか。うん、また人来たかな。ガラスも粉々です。でここが改札で、あら人来たかや。こっからね登ってくるんですよ。道の途中に階段がありまして、ここずっと登っていくので、駐車場もね、そこのすぐそこにあるんで、アクセスは非常に楽。だから人もいっぱい行くんだろうな。水戸山口ね、川の駅だ。ロープウェイずっとこっち行ってね、反対側にも、川の口だっけな、があるんですけども、そっちはちょっと立ち入り禁止ということでね、入れないんですけどね。まあ、こっちの水戸山口は特に立ち入り禁止にはなってなかったんで、まあ、入ってこれるとは思うんですけど、果たしていいんだかね。でこれがね肝心の、ロープウェイですね、50年経ってまだ繋がっているというね、どうなんでしょうか、ワイヤー大丈夫なんでしょうか。これはなんだい、ちょっと不気味ですね。この駅は確か開業してからほんの数年でね、もう潰れてしまったって話だった気がしますけどね。おちょっとあんま人がね、人いっぱいいるんで、ちょっと下に。しっかりしてんね、でも50年経ってもさすがに乗る勇気はちょっとないですけどね。ちょっと怖えな、なんだよあれ、水戸ランプは一つだけ生き残ってますけどね。そっからどこまで行くんだろうな。
わかんねえ。これチューブラリンってことだよね。さすがに乗れねえわ、怖くて。押したら揺れる。おおお、びっくりした。扉が動いた。なんかの缶、これは何、立って乗るタイプのものなのかな。なんか確かね、川の駅の方のロープウェイまだ残ってて、そっちにはね確かベンチかなんかついてたっていう、サイトで見た気もしますけどね。ちょっとカミカミですけど。登ってこないかな。で、いいね。機械室。ちょっとね。ライト持ってきてないんで、ライト持ってきてないからね、ちょっと真っ暗になっちゃうんですけどね。一応ね、歯車がありましてね、多分そのワイヤーを巻き上げる機械ですよね。真っ暗だ。崩れてますね。そっち側行けねえや、ちょっと崩れてて。あ、さっきの扉3つとも全部繋がってんですね、ここにね。あれ、屋上はどうやって行くんだ。そっから出れるかい。暗っ。真っ暗だね、ちょっと。これが、最初入った時のねカウンターになりますね。こっちまだ見てねえか。職員休憩室、職員の休憩室。多分カメラには暗くてね、何も映ってないでしょう。かろうじて窓が映るだけ。ちょっと台無しだよ。こっちは、うわ、なんだこれ、わかんねえや。これトイレだね。はい、これで全部ですね。屋上はどうやっていくの。屋上は裏から。ああ、あった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 。大丈夫かいこれ。大丈夫かい。ああ、割としっかりしてるわ。いきなりズボーっつって言って抜けたらシャレになんねえからな。すげえ。これはダメだわ。一応ね、獣道にはなってるんですね。人いっぱい来るから。これはすげえわ。もう木入っちゃってるわ、コンクリートから。すげえな。でも獣道になってんだな。
果たしてこの廃墟があと何年持つでしょうか。まだね、新しい足跡がいっぱいありますよ。わ、で反対側にね、川の駅見えねえか、多分これかな。ちょっとわかんねえや。まあどっちにしろね、入れないんで行くのはやめときますけどね。はい、見るのはこれで終わりかな。あとはちょっと写真を撮って帰りたいと思います。終わりか。川の駅も本当は行きたかったんだけど無理だからな。はい、というわけでね、なんだっけ、奥多摩ロープウェイ水戸口駅でした。お疲れさまでした。